はい、こんにちは、こうじです。こうじろうです。令和2年、6月14日日曜日、日曜日です。まあもう4時過ぎなんですけど、16時過ぎなんですけど、ちょっとね、出かけようと思いまして、ちょっと雨が降ってきたとこですけど、いつものように、出かけております。あ、猫ちゃんが寝ている。丸くなってね、寝ていますけど、ちょっと雨がね吹雪いてきましたね。まあね、まあちょっとね、インターネットでお医者さんに相談できるサイトがありまして、そうですね、まあ今のね、貧血についての症状をちょっと尋ねて、まあ結果ね、そんな心配することないと、まあそのうち回復するっていう感じのね、コメントをいただいて、一応一安心してるとこです。まあね、今回こう思ったのは、やっぱり複数のね、お医者さんに聞いてみると、例えば3人ぐらいね、今が2人かな、2人のお医者さんに今、聞きました。最初行った、とこの、お医者さんは、まあね、症状を、まあ、言うてくれるんですけども、まあ2、3人にね、ちょっと当たりたいなと思いまして。ネットでね、たまたまちょっと見つけて、まあそれ、まあ500円でしたけどね。で、まあ評価して、良ければなんかボーナスいうふうに、何十パーセント、それの20パーセントとか、50パーセントいうふうに、まあボーナスですね、そういうふうなものをこう、与えるっていう感じのものなんですけども、まあなんと、まあその3、3、4人にね、見てみるっていうのが非常に、重要だと思いますね。ちょっとね、雨がちょっと強く降ってますけど、まあね、心配なことがやっぱり50代って多いですよね。年齢を重ねるに従ってこうね、もう心配なことばっかりで、人間って心配事だらけでね、まあそういう
心配事だらけですよね、人間ってね。本当にもう。でもね、心配しとっても先に進まないんですけど、心配事っていうのは解決しないんですよね。まあ、何か解決、悩んでるばっかりじゃね、解決しないんですよね。で、悩まないいうのもあかんのですね。進歩がないんですね。そのまま放っとくっていう手もあるんですけど、そのままじゃ、まあ同じか悪い方向に行きますよね。まあ何か手を打つっていうことなんですけども、まあそんな肩肘張らずにね、何かをね、自分なりにしたらいいと思いますね。納得いく形でね、まあ病気のこととかもそうですけども、何かね納得のいく形で、したらいいと思いますね。最近はどうでしょうね。まあ私 YouTube 見るのは池早さんとか学さん、京子さんとかね、最近はまこなり社長とか聞いてますね。まあこの4方は結構ね聞きやすく、まあ早口なんですけど、まあそれにもちょっと慣れて、結構、問いかけの、なんて言いますかね、いいことを、言うてくれてますね。そうかな。まあ問題提起と、あとまあいろんなことの解説とか、ですね、本の解説であるとか、例えばブログの、こうやればこうなるとか、問題解決いうやつですね。まあもともとその大前健一さんがこれから問題解決力は重要だっていうふうに昔からしっかりこうおっしゃってたんです。まあ今こういう YouTube っていう形でね、その問題解決を、個人でねやってる人がいて、まあそれが今さっき言った4名の人なんですけどね、池早さん、学さん、京子さん、まこなり社長ですかね。まあ見ていただくと分かりますけど、なかなか説得力いるか、テレビとかではねまあ言えない、口調とかね、題材とか、で、番組作ってますよね。まあそういったものを見て、まあ好き嫌いはあると思うんですけどね、なかなか癖の強い人たちですので、まあ言っとうことは大体同じなんですけど、切り口とかね、まあ新しい技術とか自分が成功したものについてはやっぱり、その人なりのものがありますよね。まあ私は今日常のことをつらつらと言って特に学ぶこともないと思うんですけど、まあこの4方はやっぱビジネス系 YouTuber でトップの人たちですので、なかなか聞き応えとか、まあその通りにやってみる価値はすいません、咳が出ます。必要かなと思いますね。ちょっと雨も強くなってきましたね。車も多いし、なんでしょうね、車も多いわ、雨も降るわで、
昨日もコーナーでしたね。まあ今日の題材なんでしょうね。まあいろいろと YouTube を見てほしいと思いますね。いろんな、まあ皆さんゲームのね YouTube とかそんなを見てるみたいですけど、まあそういうねビジネス系とか、まあ最近はちょっとね病気の医療系のやつを見たりするんですけど、医療系はちょっと古いんですよね。4年か5年ぐらい前のものであるとか、まあ僕が見ているとこがちょっと古いかもしれないんですけども、ビジネス系 YouTuber みたいにしょっちゅうね更新してるわけではないので、まあそこら辺もね最新医療技術とかでこうやってくれたらいいのになと思ったりしますけどね。というふうにして今11分経ちましたね。今日はまあこの辺で、それでは日曜日の午後まだまだ休みは続きますので、皆さんエンジョイしてください。さようなら。